はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。ということで本日からスプラトゥーン3シーズン2チルシーズンスタートということでね、いよいよ来ました大型アップデートでございます。今シーズンからですね、新しい武器とかステージとかルールとか、まあ、いろんなものが追加されてきたんで、まあ、それを一つ一つね動画にまとめていきながら皆さんとスプラトゥーン3楽しんでいきたいと思います。ということで新シーズンのパート1は新たに追加された3つの武器を使って遊んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お、来ましたね。じゃあ早速やっていきますよ。ステージは草屋温泉です。よろしくお願いいたします。そしてまず一発目に使う武器はスペースシューターですね。はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、いや今日の縄張りはいっぱい新武器がねわちゃわちゃ楽しいですね。はい、スペースシューターですね。射程はねだいたいプライムぐらいかな、寿司とプライムの間ぐらいっていう感覚ですかね。はい、でサブが、ポイントセンサーで、スペシャルがメガホン、レーザーメガホン 5.1 チャンネルですね。で塗りはまずまず、でまあどちらかというとサポート寄りの武器っぽいんで、まあスーパーセンサーを割とポイポイ投げながらきっちり盤面を整えていくみたいなのが基本的な戦法になりそうですね。怖っめっちゃライス玉飛んでくる、怖っはいですね。まあインク効率もほどほどなんで、ただまあ打ち合いはだいぶね弱めなので、まあ打ち合いを避けながらこううまく相手のこうナイス、あうあう、まあ味方の前線に頑張ってもらいながらこうやってアシストキルをまず掴んでくのが一つ目の戦法なのかなって感じしますよね。うん、なんとなくね、なんとなくまだ数戦しか使ってないんでこれからなんですけど、うん、エリアとかはねそこそこ強そう感ある。すごい、めっちゃキルってくれる前で。そうで、こんな感じで、うわー、ナイスナイスナイス、こう味方が前に入ってくれるのを後ろでサポートしつつ、味方が前で死んじゃった時にこうやって前出てくんなよっていう牽制を常にやりながら相手の前線をじわじわと止めていく、ディフェンダーですよね平たく言うとね、気がしますね。だからちょっとこう初感的にはインクに寄せた方が、インク関係に寄せた方がギアはいいような気がしますね。そう、打ち合いだとね本当に弱いんで、びっくりするぐらい打ち合い弱いんで本当にシューター勢の中でもだいぶ最弱な部類に入るぐらい打ち合い弱い気がするんで、ちょっとあんま対面作ってないでしょまだ。多分ね俺こういう立ち回りな気がするんだよねこの武器はっていう。出れないな、ナイス、なるほど、うわー、バリ頼んだ、ナイス頼んだ方が楽なんだもんだってこの武器平たく言ったら頼んだ方が楽なんだもん、ナイスナイスナイスちょっと入ってきます。じゃあちょっと入ってくようなムーブやります。ナイスー。まあお互いにね武器使い慣れてないからね。いやー、そう、あとね弾ブレがめちゃくちゃ広いですね。普通に使ってても若葉とかそれぐらいのレベルにはブレるんで、ジャンプなんかしようもんならもう弾ほぼ当たらないんで、ここもまた難しいとこですよね。ちょっとこの辺の塗り最後重要だよ。しっかり勝っていこうね。しっかり勝っていこうね。やーぶいや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 ぶやばいやば。ちょ、これ倒しきれないんだもんな、俺のエムないとはいえ。ないとはいえ。いや、ほんとにね、難しすぎる、この武器。楽しいんだけど、動きがちょっとね、若干攻めていくにはちょっとスペック不足感あるんで、サポート役になりがちなんでちょっと地味になりがちだ。まあでも、まあ、とりあえずこんな感じじゃないですか一発目は。さあ続いての武器使っていきましょう。引き続きステージは草屋温泉です。よろしくお願いいたします。そして続いての武器はワイドローラーですね。はい、よろしくお願いいたします。またなんか癖の強い武器来ましたね。はい、ワイドローラーですね、今までのローラーの中で一番幅が広いローラーですね。でこんな感じで結構広めの通路も割としっかり塗れる、綺麗ですよね。塗りが結構綺麗なのいいですよね。これ結構 A型の僕としては非常に嬉しい。で、あの塗りの速度もまあまあ速いですね。はい、っていう、まあ、塗り性能においてはかなり強めのローラーで、割と振りも速いですしね、軽量感ありますしね、いいですよね。でサブが、シールドで、スペシャルが吸引ですね。はい、
ただまあ、弱点としては少し射程が、特に横振りの射程が見た目以上に短いっていうのと、まあ、あとはよいしょ、おー怖ーい、こうすって、はい、スペシャルを、おーここーここー、ほらこれだこれだ、出た、ナイス。あのね、叩いてもキルにならない場合が本当に多い。引いてコロコロで引いても一撃で倒せない。これがね、このねローラーの非常に難しいところですね。はい、大変難しいところだと私思っております。相当近づいて、これですよね。あのね、僕普段全然ローラー使ってないんでわかんないんですけど、おそらくなんだけど確位置範囲カーボンより狭いんじゃないかなってなんとなく思って使ってる感じとしては、ちょっと後でゆっくりデータ見ながらふむふむって納得しようかなと思ってるんですけど、かなりね短いですね。だから本当にこうなんつうか、わしゃわしゃしながら、わしゃわしゃしながらじわじわ攻めるみたいなのがいいんじゃないかなっていう感じしますね。ナイスナイス、味方強い。一回これ構想だから塗りつつわしゃわしゃしつつ、安全に塗れるところはわしゃわしゃ塗るみたいな。ほら、いやーマジでありがとう味方、これ相当味方との連携、いやん相当大事だと思いますねこのローラー。うん、まあなんかスペースシューターにも言えることなんですけど、かなりね難しいです本作の、今回のアップデの新武器だ。うまい、これはねちょっとうまい人のローラー見たいなっていうの部分はありますね。一回シールを置いて牽制しながら、ほら、いやーこんなん全然角1でしょ、知らんけど、本当に難しいですね。もうちょっとゴリゴリ攻めてった方がいいのかなっていう気もしないでもないけどね。うん、やばい、あー死んじゃ、いい吸引機吸引機、何も手出してくれない、ここダメでしたね。うん、まあどうかね難しいっすね本当に。うん、いやもうちょっと潜伏した方がいいのかもしれないし、でもそうすると他のローラーでも良さそうだから、やっぱちょっとワシャワシャしたり塗りながらね、味方もサポートしていく系のローラーなんじゃないかなっていう感じはすごいしてますね、直感としては。はいはい、ということで3つ目の武器使っていきますよ。アールペン 5H 読み方合ってるかわからないですけどはい、よろしくお願いいたします。ということで、タイプ的にはスクイックリンとか竹とかそっち系の、チャージャーですね。はい、フルチャージすると弾が5発撃てます。1,2,3,4,5 こんな感じね。はい、で塗りもまあまずまずですね。で射程もスプーラチャージャーぐらいはありそうですね。わりかしこう綺麗にしっかりフルチャージをして相手をこう射抜いていくと。ただまあ一発当てても80ダメージぐらいなので、2発当てないと意味がない。であとは、まあ、サブがスプリンクラーで、スペシャルがドリンクです。はいですね。なのでまあ割とこれもちょっとどちらかというとサポート寄りのあれなのかな。まあでもこのね、うわお、あー当たった、ナイスちょっと逃げる無理くりいったそうですね、まあ全武器の今回の3つの新武器の中ではおそらく一番カーボンか、ナイス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 、使い勝手はね一番いい気がする。多分これが一番強そう。うん、なんとなくね、なんとなくね、こうか、上から狙えばいいのか、そうか、チャーだからそんな当たり前のことにも気づかなかったあまりにもチャー使い慣れてなさすぎて。はい、あであと言い忘れたんですけど、これなんだっけ、フルチャーで打った方がいいですよね。ハンチャージとか全然強くないので、あと5発貯めたらもうパッパパッパ打っちゃった方がいい気がしますね、5発分。うん、の方がいいかな気持ちとしては、ね、あんまりこうチャージ続けててもそんなにいいことないなっていう感じ。ナイス、まあ、あとはいらなくなったらこう潜ってもいいですけど、
届く。あー、まあ、さすがに飛ばない。ナイスー。あー、それは無理。それは無理だよ。バリアは無理ですよ。ね、でもまあ僕がここまで使えてるから、おそらくスクイックリン勢とか竹勢とかは相当使えるんじゃないかなっていう。ナイス。そう、射程がね思ってる以上にあるんで、そこが結構ねいいとこな気がします。ああ、それは無理。それがねだいぶキルは取れてるでしょやられちゃったけどまあまあこんなもんよね。索敵はちょっとしにくいですからね、スプリンクラーとドリンクなんで、エナドリなんで。うん、まあまあまあ、でもちょっとこれは本当にちゃんと強い人の動き見たら、割とこう価値観とか考え方変わるかなっていう感じですかね。まあ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 強いですよ。うん、僕が使ってこのレベルなんで、これが多分ね頭2つ分ぐらい抜けて強いと思いますね、あのスペースシューターとワイドローラーに比べたら。はい、っていう感じですね。いや、なかなかね、まあ、三者三様面白い、生かしどころがありそうな武器が入ったんで、まあ面白いんじゃないかなってとこですね。ちょっと僕も縄張りとかで練習しながら使っていこうかな、これからね。はい、ということで以上モッティでした。はい、ということで最後はギア配布のコーナーということで、最後までご視聴いただいたあなたにギアを配布させていただきます。本日12月1日なので、おそらく皆さんの手にすぐパッと届くのではないかということで、こちらです。ダダン、ギアどうぞ。サブインク効率 3.9 です。はい、まあ普段縄張りバトルの実況で使ってるギアですが、皆様よかったらぜひもらってやってください。はい、来たね。はい、ということで、まあ、ぜひ、皆様のバンカラシティにモッティが現れたらですね、いいねボタンとか押していただけると、いろんな方に、サブインク効率 3.9、配布できるかなと思いますんで、まあ、もしよかったら僕を見つけて、まあ、写真とか撮って、リプライ送ってくれた方も前回いたんでね、まあ、よかったらそんな楽しみ方してください。はい、ということで、以上モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということで、本日からスプラトゥーン3の新シーズンが始まりました。いやー、12月は内容盛りだくさんですからね。来週はマリオカートの新コース来ますしね。明日はマリラビの発売日ですしね。マリラビ？あったかくして寝ろよ。